ちょっと待っていてくれ。着替えるから。お待たせいたしました。瞳子先輩？はい、兄様に交代していただきました。何でもないです。少しの間我慢してくださいまし。動くとしたら多分すぐだと思うので。私の方が目がいいのです。私なら何とかわかります。宗七さんはそれまで一緒に待っていてください。あの、瞳子先輩。し、お静かに。あれは何かしら。もうちょっとで見えるのですけど。もしかしたら炊飯器？
トウコ先輩、静かに。気づかれてます。踏み込みます。ソシチさん、ついてきてください。失礼します。せっかい、いくらあんたらでも部室に勝手に入っていいわけ。退きなさい。先ほどお隠しになった炊飯器、見せてはいただけませんか。そんなものはない。私の目の錯覚でしたか。そんなものはない。あったとしても見せる義務はないだろうが。消失さん、炊飯器でしたね。それは、その、このケルプ、どこでお買いになりました。
これだけの量を流すつもりだったのですか、この学園だけで。答えなさい。ドア閉めろ。鍵かけて押さえろ。構うことはねえぞ。やっちまえ。どわ。終わりです。嘘。あなたにこのケルプの入手方法を洗いざらい喋っていただきます。容赦するつもりは全くありませんので、そのつもりで。さあ、とく答えなさい。このケルプ、一体どこから。
ケルプと部費はすべてこちらで没収させていただきます。それからレスリング部は部としての活動を怠っているとみなし、本日をもって廃部とします。部長のあなたには先生方から通達があるでしょう。それではこれにて失礼いたします。宗七君、行きましょう。これ、一体何なんですか？生徒会室に帰ってからお話しします。私ではなく、兄様から。なんだそのでかいの。一ノ谷先輩が説明してくれるんじゃないかと。遅れてすまない。結局、美術部の指摘流用はつかめませんでした。申し訳ありません。領収書全部当たったんだけどな。当たったのは私ですけどね。我々からの報告だ。レスリング部の部費流用を確認。部費はこれに使われた。七海君、念のために君の病院で分析と保管をお願いしたい。はい。こちらに流してきたのは金量ですか？少しは懲りろよな。流した先は男子柔道部の他は不明だ。日にちすら特定できないから検査をしても無駄だな。それでそのケルプってのは何なんですか？ケルプブラッド、正確にはそう呼ばれている。何か害でもあるんですか？基本的に銅ということはない液体だ。体内に摂取しても害はない。人用以外はな。人用以外には効果がない。人用にあらざるもの、つまり世間一般でいう普通の人間にはその液体は無害に等しい。だが我々にとってこの液体は害がある。いや、害という言い方は正確ではないか。というと？この液体は一時的にだが人用の力を向上させる。人用の力の向上？怪力を持つ者はより怪力に、速く走れる者はより迅速に、そしてその分凶暴性も高まり、
これを使って警官相手に暴れた金陵学園の生徒もいたらしい。これを使用した経験がある金陵学園の生徒はこう言った。何もかもが吹っ飛ぶような爽快感がたまらない。加えて原始幻聴の類も起きるらしい。そしてその代償も当然必要とする。ケルプを過剰に使いすぎた人間が突然死したり、肉体の変化が起きるという例も報告されている。肉体の変化？ああ、俺も実際に見たわけではないが、まるで人間とは言えない姿だそうだ。力を求めた代償ですね。うちの病院でも調べているんだけど、成分が謎なの。常人には何も効果がなくて、私たちだけに効果があるのかは今のところ不明。皆目見当ついてない状態。ともあれ、人用にとっては害ある液体だ。だが金陵学園にとっては害があろうがなかろうが、力が向上するという一点において有益なのだろう。少しくらいなら大丈夫という考えがこの学園の一部生徒にもあることは否定できない。そこを金陵学園の連中はうまくついてくる。すいません、そもそも金陵学園って何なんですか？私立金陵学園ですよ。うちの自称ライバル校、少なくとも生徒の素行という点では死ぬほど差があると思いますが、あとこのとこ我々の学園でケルプに手を出す生徒のほとんどは金陵学園を通じて手に入れている。表だって堂々と潰せれば楽なんだけどな。まあ修玄、やってみねえか。ほら、そいつも生徒会に入ったし。却下だ。この学園と生徒会の名前に傷がつく愚は犯せん。それはいざという時の手段だ。わかってるって。ちょっと行ってみただけだ。金陵学園はどこから仕入れてるんですかね。真っ当ではない連中が絡んでいるのは確実だが、それ以上はわからない。どうせ危ない連中から仕入れているんだろうよ。政府の陰謀かもしれないな。生徒会として我々はこの学園全生徒を守る義務がある。だが向こうに手出しはできない。だからこうやって水際で食い止めるしか方法はない。
そろそろ解散するか。さくらちゃん、ありがとう。はい。それで、宗七さん、大事なお話って？うん。ミウちゃん、それからカリトと会長もちょっと残っていてほしい。それでは失礼します。キサラキ君、頑張ってね。一から話すんでちょっと長くなるけど、いいかな？これで話は全部終わり。その、あんまり急展開すぎてやだ、頭が混乱してる。まあこんな町に来るんだ。誰だって訳ありの人生を送ってるんだからね。妖怪にはちょっとびっくりしたけれど、まなんてことないさ。そのもし迷惑だったら。ダメ。その先は行っちゃダメですよ。びっくりしました。驚きました。すっごく驚きました。だけど結局私のスタンスは変わりないですから。それに会長が宗七さんと鈴さんを信じていますなら、なんとなく大丈夫かなってそんな気がします。一の谷の名にかけて誓ってもいい。この二人は信用できる。わかりました。改めまして、宗七さん、鈴さん。さてと、鈴、帰るぞ。ああ、宗七君に鈴君、ちょっといいかな？はい。ん？
今夜の夕食は東子が作りに行くそうだ。よろしく頼む。あ、そうなんですか。楽しみに待ってますって伝えてください。あ、伝えておこう。それでだ、瞳子が眠っているうちに言っておこうと思うんだが。はい。あいつは今日おそらく大張り切りで料理を作るはずだ。作って作って作り倒すはずだ。そういうわけで全部食え。作り倒すってどのくらいでしょうか。おそらく5人前以上、10人前未満と予想する。悪いが止めることはできる。そして全部食わないと一晩へこむこと間違いなし。鈴くん、君はどれだけ料理を平らげることができるかな。分量しか食べられないと思う。となればだ。君の胃袋に全てがかかっている。一応増援も用意しておくが、当てにはするな。そんな理不尽なことを頼んでいると思っている。だがそこを曲げて頼む。わかりました。じゃあ今からすぐに帰って運動しておきます。ああ、こちらはなんとかそちらに行こうとするのを長引かせるから、それまでに頑張って腹を空かせておいてくれ。わかりました。やれやれ、彼女はしっかりしていると思ったんだけど、案外そそっかしいところがあるのね。そりゃ決まってるだろ、お腹を減らさなきゃならないんだから。そりゃ腹を減らすために運動するんだ。体を鍛え直すついでにお腹を減らそうと思ったんだけど、すずもやるか？ただでさえ慣れないスクールライフで疲れてんのに、そんな失面倒くさいことしない。声太るんじゃないでしょうか、すずさん。女の子に向かって太るとは何事か！この
これは九鬼竜だ。どうした？もしかして覚えてないの？ああ、そういえば鈴の前でもやってたっけ、これ。ちゃんと覚えているんだよ。宗一君と毎日過ごした記憶、全部ね。最後に見た時よりは動きが鈍かったわね。運動不足かな。ちょっとばかりサボっていたからな。前の動きに戻るには少し時間がかかるだろうな。前の動きは蛇みたいだったのに、今の動き方だとヒキガエルみたいに鈍い。元の動きに戻るといいね。了解。できるだけ努力する。大丈夫です。
事も祈って。了解です。してない？してる？してるしてる、すっごくしてる。もう子供ね。あ、はい。こんばんは。お待たせして申し訳ありません。兄様が何やら大切な用事があるということで、なかなか交代してもらえなくて。全然気にしてないです。それでは早速作りますね。頑張らせていただきます。その目が気に食わない。いきなりなんだよ。しかも目が気に食わないって生まれつきのものだから変えようがないと思うんだけど。違う、その遠くを見つめる目が気に食わないの。え？そうですか。そろそろ出来上がるので、もう少々お待ちくださいまし。はあ。その目をする。俺どんな目をしてるんだ？ごちそうを前にした犬の目ね。そんな目してたか。油揚げなんかどうかなと思ったんですけど。
無理になさらずとも。無理なんかじゃありません。飯を食いに来てやったぞ。さあ感謝しろ、さあ敬え、さあ称えろ。んーじゃ、いただく。え、ケンシロウくん？なるほど、縁組。それ、宗七さんと鈴さんに食べてもらおうと思ったの。あ、こいつは2日前に食ったはずだ。しかも全部。だから今日は全部俺。はい、ごちそうさま。東子先輩、ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末さまでした。何よ。お粗末様。違うだろ。分かってる。今のはあれよ、ジョークの類。ブラックを通り越して暗黒の類だったぞ今のは。ごちそうさま。美味しかった。助かりました。助かりました。ありがとうございます。きつかったけどな。きついってすごい勢いで食べてたように見えましたけど。こう見えてな、今日は4度目の食事なんだよ。
ちなみに夕食は3時間前、食い始めた時間を考えると2時間半のインターバルだけで食事を取るのはきついよな。先輩、夕食も食べていたんですか？まあな。今日来たのはイオンに内緒にしといてくれ。あいつ落ち込むと結構長いからさ。七海さんに内緒？今日はイオンが夕食を作るってことになってたんだよ。断って東子の料理を食うとはどうしても言い出せなくてな。以前似たようなことあってへこみまくってたから。その先輩って七海さんと付き合ってんの？ブチュッと。付き合ってなんかねえよ。ブチュッとなんかもしてない。そんなことやったら死ぬな俺が。しかも社会的に過去の記憶も消されてどこかに放り出されるに違いあるまい。どんなサスペンスですかそれは。ま、そんなわけで、あいつの料理を食ってからこっちに来たってわけだ。だから、実のところあんまり余裕はなかったりする俺でした。重ね重ね恐縮です。東子のやつ鋭いからな。気づいてるかもしれないな。やれやれ。しばらくは祝言ばっかり出張るかもしんねえぞ。気にすんな。お前のせいじゃない。トークは普段は温厚、特実、冷静、沈着、残酷、非道じゃないか。まあともかく普段はああなんだけど、たまに暴走すんだよな。たまに暴走っていうと？今日みたいに料理作りすぎたってパターンが多いかな。ガキン頃友達になった女の子と交換日記やろうってことになって一晩で一冊丸ごと書いて送って惹かれたりとかな。距離感をな、測るのが下手なんだよ、あいつは。ま、その分人を見る目はあるんだけどな。距離感ですか。他人に知り合い、友達、親友、家族、恋人、どういう距離で接すればいいか、あいつはいまいちそういうのがわからなくてな。子供の頃そういうのを学ばなかったから無理もないけど。お前んとこのもその類かもな。